皆さんこんにちは。卓球の世界選手権団体戦に出場した男女日本代表が26日韓国釜山から帰国し、都内で会見を行いました。女子は早田ひな選手、平野美宇選手、張本美和選手、伊藤美誠選手、木原美悠選手の5人で戦い、5大会連続の銀メダルを獲得しました。決勝では中国をと追い詰めました。なんと2番手の早田ひな選手が陳夢選手、3番手の平野美宇選手が王ゲイ迪選手から歴史的な2勝をマークしました。渡辺武弘監督は、選手たちがものすごい頑張りを見せてくれて、中国を非常に苦しめるところまで行ったと手応えを示しながら、選手みんなが悔しかったという思いを感じている、五輪で中国を倒すためにさらに努力していかなければいけないと課題も口にしました。エースとして全試合に出場し、8勝1敗と引っ張った早田ひな選手も唯一の黒星を反省しました。決勝で2勝1敗で王手をかけた第4試合で孫穎莎選手に完敗。決勝で自分が1点を取って本当のエース対決になった時に力不足をすごく感じた。1対2で負けているところであのパフォーマンスができる孫穎莎選手は、やっぱり本当のエースだなっていうのを感じた。パリ五輪に向けてあの1勝ができるように頑張っていきたいと前を向きました。平野美宇選手は五輪代表決定後の初戦で、1次リーグ第2戦ではイラン選手に薄氷の勝利となりましたが、その後は尻上がりに調子を上げました。決勝も含め8戦全勝。最初は不安な気持ちがいっぱいの中で試合をしていたけど、チームの皆や監督に支えられて、最後は中国選手をあと一歩のところまで追い詰めることができたと手応えを感じました。金メダルにわずかに届かなかった悔しさも糧に、もっと幅を広げて五輪までに安定してるけど強い卓球を目指したいと意欲を示しました。15歳の張本美和選手は、初出場で相手エースとの対決を何度も乗り越え、決勝も2点起用と期待を受けながら奮闘しました。最後は第5試合で陳夢選手に1対3で敗れ、試合後は悔し涙を流す場面もありましたが、この日は初めての世界卓球でチームの先輩方に支えていただきながら最後まで頑張り抜くことができた。この大舞台で戦えたことはすごくいい経験になったと晴れやかな表情でした。伊藤美誠選手は今大会は出場は2試合にとどまりましたが、ベンチからの的確なコーチングでサポートしました。世界卓球の団体戦出場は4度目でしたが、主力だったこれまでとは違う立場で中国との激闘を後押しし、中国人選手をあそこまで追い詰めることができた。やっている選手並みに燃えることができて、他の選手の試合を見てこんなにすごいな、感動したなっていう風に思う瞬間は今回初めて、自分自身も負けじと頑張ろうっていう風に思えるようになったと刺激も得た様子でした。伊藤選手、改めてパリ五輪のリザーブについて今の気持ちを教えてくださいとの質問が飛ぶと、リザーブの選手というのは、私もリオの時は平野選手にすごくたくさんサポートをしてもらって、初めての五輪で本当に先輩方がたくさんいる中で、同世代がいるのが本当に思い切りできた理由でもあって、その中でメダルも取れて、東京五輪では早田選手に本当にたくさんサポートしていただいて、アドバイスもたくさんしてくださって、東京五輪では本当にいろいろなことを経験したんですけど、絶対に早田選手がいてくれたから金銀銅を取ることができたし、コーチ監督じゃできない部分をリザーブの選手が補ってくれたと思いますし、でも私は金銀銅で五輪を経験しているので、これから五輪に出場したい選手だったり、五輪で金メダルを取りたい選手がリザーブとなるべきかなと思いますし、本当に世界選手権を終えてパリ五輪でリザーブというか、みんなのサポートをしてほしいっていうメッセージをいただくことがあったんですけど、アドバイスとかできるのであればそういう面でサポートしたい部分はあるんですけど、そこに行ったら練習相手はもちろん選手より先に体育館に行って、いろいろなことを何でもすぐできるようにしていく、それは平野選手や早田選手がやってくれていたんですけど、私はリザーブは今後将来を背負う選手が経験すべきじゃないかなと思いますと、やはりリザーブ自体の意向は変わらなかったようですね。日本女子の歴史的な中国との大一番で幕を閉じた世界卓球選手権ですが、大会中盤に後味の悪い出来事がありました。伊藤美誠選手が自身の応援の仕方に対する批判に対して悔しさをにじませる投稿を自身のインスタグラムで行ったのです。具体的にどう批判されているのかの説明はありませんでしたが、わーわー言えばいいというものでもありません。私は選手が安心して落ち着いて戦えるように私らしい応援の仕方をしてるだけですという反論を見ると、おそらくは
伊藤美誠選手があまり一生懸命応援していないように見えるという批判だったのだと思われます。実際 X で検索すると、選手が得点した時に伊藤美誠選手だけが立ち上がっていないとか、腕組みをして座っていて偉そうだ、もっと応援しろと批判する投稿が見られたので、このことだと思われます。ごく少数とはいえ、応援にまでケチをつけて投稿をする強硫さには驚かされるのですが、こうした投稿の背景には卓球への無理解なのではないかと思います。確かに卓球においてベンチの応援は重要なことです。指先のわずかな感覚や0コンマ何秒という反応を競うため、精神的な揺れを無視することはできません。だから選手は叫びますし、それを知る観客はサービスの前には静まり返ります。得点をした時の味方の喜びの声や、失点をした時の慰めの声は選手の気持ちを肯定的な方向に誘導し、勇気を奮い起こさせます。そうした応援の効果は疑いは全くなく、むしろした方が良いと思います。しかし、それが精神的なものである以上、効果が限定的なものであるのもまた真実なのです。卓球選手が試合で直面する困難とは、相手のサービスの回転がわからない、打つコースがわからない、速いボールに体が反応できない、タイミングが合わない、スイングがブレたり鈍くなったりするといったものです。こうした困難に対して思い切っていけ、大丈夫、大丈夫と言われたところで何の役にも立ちませんね。こうした場面で役に立つベンチの行為は、ただの応援ではなく、バックに2回打ってからフォアミドルに打った方がいい、遅いボールを混ぜた方がいい、下回転を深く送って持ち上げさせて叩くパターンの方がいいといった具体的なアドバイスでしょう。こうしたアドバイスができるためには全身全霊を傾けてゲームを注視し分析する必要があります。実際、上記で書いたアドバイスはいずれも伊藤美誠選手が今大会でしたものです。応援はもちろん大切ですが、アドバイスも大切です。どちらも大切で、伊藤美誠選手はそれらのうちのアドバイスに注力していただけです。実際、出番がなかった中国戦などで腕を組みながらベンチからチームメートに的確なアドバイスを送る貫禄を見せ、ネットで伊藤監督と呼ばれるなど話題とまでなりました。見当違いの批判をされたのだから悔しいのも当然でしょう。またしても批判の的となってしまった伊藤美誠選手。しかし、批判まではいかないものの、世界卓球決勝を見た視聴者が疑問を呈した出来事がありました。それは渡辺武弘監督のオーダーについてです。日本のエース早田ひな選手が2番でチーム選手から挙げた1点と、平野美宇選手が3番で王ゲイ的選手から挙げた1点は、打倒中国を掲げたゆまぬ強化を続けてきた日本にとって大きな価値ある2点であり、今夏に迫ったパリオリンピックにつながる2点でした。特に2人はパリオリンピック本番で団体戦とシングルスに出場するため、前哨戦ともいえる世界卓球で中国に勝てたことは自信になったことでしょう。ですが、一方で今大会予選グループリーグ第2戦のイラン戦と第3戦の南アフリカ戦を除き、平野美宇選手が3番の1点起用だったことが気になっている視聴者の方が多かったようです。なぜ女子日本の2番手である平野美宇選手が1点起用なのでしょうか。平野美宇選手ではなく張本美和選手が2点起用されたのはなぜなのでしょうか。理由を渡辺監督は、平野には3番で確実に点を取ってほしいというのがあった、安心して3番に置ける選手ですし、一試合に集中できた方がいいのではないかと。あとはやっぱりオリンピックで張本にもバンバン試合に出てもらわなきゃいけないので、この世界選手権でたくさん経験を積ませたかった、それで張本を2点使いましたと語りました。さらに渡辺監督は、1月の全日本選手権まで厳しいパリオリンピック代表選考レースを戦い抜いてすぐのタイミングで世界卓球を迎えた平野美宇選手のコンディションを気にかけていたといいます。全日本まですごいハードで過酷な代表レースをして、すぐに T リーグがあって、事前合宿があって、世界選手権でかわいそうだなと思っていた、果たして気持ち的に上げていけるのか、それを一番心配していました。でもその心配をよそに、平野は木下グループのメンバーと必ず午前午後の2部練習をしていた。疲れて1回だけ休んだことがありましたけど、本当にしっかりルーティンを作って練習をして、だんだん調子が良くなっていったんです。今までそれだけ心身をすり減らしていた平野美宇選手、そこへ来て今大会は予選グループリーグでバックツブのイランのアシュタリ選手や、石腕の左利きでパラリンピックメダリストのブラジルアレシャンドレ選手ら、普段はほとんど対戦機会のない選手との試合が相次ぎ、リズムをつかむのが難しそうな様子でした。平野美宇選手本人も初戦が最もきつく、正直全日本が熾烈すぎてちょっと切り替えられていない部分もあったと言い、特色あるプレースタイルの選手との対戦で自分が何をしているのか、
繋ぐのか、コントロールするのか、狙うのかがあまり定まらない試合だったと振り返っていたこともありました。しかし王ゲイ迪選手に勝った中国との決勝では、客観的に見ても自分が何をしたいのかが分かる試合ができたと語っていました。ちなみに平野美宇選手と王ゲイ迪選手の対戦はこれが6回目でした。直近では2023年 WTT シンガポールスマッシュで平野美宇選手がフルゲーム勝利、世界卓球2023南アフリカではストレートで王ゲイ迪選手が勝っており、今回平野美宇選手が勝ったことで平野美宇選手の2勝4敗となりました。今回の勝因ですが、互いに得意なバックハンドの攻略だったと言われています。私もバックは得意で、相手もバックが得意、右対右なのでどういうペースに持っていくかを考えていた。相手は速い展開がうまいので自分は緩急を入れたりして戦った。そこでほぼ負けなかったし、かなり相手に圧力をかけられたと思いますと笑顔で語っていました。パリ五輪での活躍がなお一層楽しみになりましたね。いかがだったでしょうか。今回は世界卓球での日本代表選手について深掘りしてきました。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。また取り扱ってほしいアスリートがいればコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。